貢献順日記は、作家貢献順の代表的な著書で、昭和20年前後は今日まで重版されている。1941年1月から書き始められた。初版単行本は、生前の1959年に、漢本、貢献順日記昭和21年編で出版された。文庫版は、1945年分をまとめた、廃線日記、続編の、 終戦日記がある。作者は戦後しばらくし、再び丹念な日記を残している。1960年から1963年8月26日までの日記が没後に貢献順日記、我が分断生活として世界1967年1月号から1968年1月号に連載された。後知人の作家、中村慎一郎の編集により、 1990から91年に審判で、後見順闘病日記と、続編、後見順分断日記が出版された。病没する前年の1964から66年に、後見順日記が、1975から77年に、続編が、初期の日記、断章や戦後文も入れ出版されている。日本文学研究者、ドナルド・ケインは、 戦時中の文学者の日記を分析した日本人の戦争作家の日記を読むで研究対象としている。国会図書館蔵書検索ビルマ情報ネットワークマイナスコラム田辺都市を貢献順を知っていますか日本人の戦争間多様作家の日記分析ドナルド・キーンさん2009年8月15日朝日 .com ありがとうございます。